チャオあっちゃんです。今日は6月28日火曜日のあっちゃん家の晩ご飯です。はい、あーイカの汁がこぼれて、よかった袋に入れて帰ってきて。あっちゃんいつもさ、スーパーで買うときめんどくさいから、このちっちゃい袋に入れへんのよでもイカ汁でそうやったら入れてきて正解。はい、三重県産生スルメイカ買ってきました。2杯で258円。うん、27日、あれ賞味期限切れてる日曜日に買ったから賞味期限切れちゃってます。大丈夫です、そんなのは火を入れるから大丈夫です多分。はいはい、っていうことで、イカちゃんをさばいていきたいと思います。今日はね、イカの香草焼きしようかなと思う。あ、さっきまな板ブリッジかけただけやのに、イカの汁って。あ、でもあるか、さばくからイカの汁ってでもいいしょうか。まあいいや。はい、イカとかはね、生もんで足が速いから賞味期限守った方がいいよ、みんなは。さっちゃん1日ぐらいは気にしないからまあね、1日ぐらい大丈夫、2日ぐらい大丈夫、3日ぐらい大丈夫かな。はい、それがあっちゃんでございます。はい、ということで、いつもみたいにさばきますね。はい、エンペラ剥がして、イカをね、ハーブで焼きたい、ハーブソルトで焼こうと思ってんの今日。うん、今さばきます。結構ね、丁寧に皮剥いだりとかするんだけど、あっちゃんせえへんのよ。だから、うん、皮の嫌な人は剥いでね。なんか簡単に剥げる方法があるらしいねんけどね。また前テレビでやっとったけど忘れた。剥がへんからちゃんと見てへんかった。はい、中のぬるぬるみたいなのも一緒に焼きます。あっちゃんこれ好きやね。はい。何しまいです今日。重ねた傷にくい。こうやっといた方がね、皮がね、あってくるんって丸まったりするから。で、あれボールどこいたっけ。違う、ボールは何か入れて、あ、せや、ブロッコリー茹でて冷蔵庫入れたんや。ボール2個ぐらいあんねんけどね、もう一個は大きすぎて使い勝手が悪いのよ。で、どうしようかな、終わった。また何かに作るかな。目玉と。硬いとこ、イカのくちばしと抜いて、2杯あんねんけどね、もう賞味期限やばいからな。いや、焼いちゃおうかな。いや、
ちょっと待って、って突っ込んで、ニューって光った見てるから。はい。軟骨のことニューって見てるから、見て。エンペラ剥がして。どうしようかな。やはり200円やからやってもらおうか。いいか。ね。はい。1食200円やって安いもんね。250円か。うん。なんかついてた。指に包丁当たった。切れてないけどね。イカの綿に配分と足置いときます。明日何かにします。リゾットでも作ろうかな。はい、これついでやさばいとくか。いわついでやからね、もう今日さばいときます。はい、取り出しないつぶれんのよ。で、ブチューンって汁が出たりするから嫌いやねん。あー出た、ほら。これでね、お洋服汚すんよ。すごいテンション下がるね、これなったら。使うのにも先さばいとく。今日出したお昼楽やもんね。ちょっと入れとくね、これ明日の分。塩しとこう。はい、傷んじゃわんように塩しときます。で、一緒に袋入れて冷蔵庫で直しときます。イカの中にどうしようかな、カメラちょっと角度を、イカこの辺持ってこうか。はい、イカの中にね、塩で味付けの前に何でしょうか。はい、お野菜適当にいきます。ニラ、ニラとニンニクでいきます。では、ニンニクをどうかな、2かけいきます。
いいんだ。ニラドバで、人参、人参ね、あんまり斜めにせんと細かい目、ちょっと小さく切る、小さくこれぐらい、ちっちゃいニラが1個いこうかな。実はね、イカに人参の組み合わせってイカ人参とかいうのを作るけど、福島の郷土料理ね、やけど焼くのにイカと人参と合わせたの初めてで、ニンニク、まあちゃん手抜きでね、すりおろしニンニク使うけど、たまにはニンニク使いますっていうか買ってきた。いつもねニンニク買い忘れんのよ。でニンニクね香り出すのに潰すの。しょ、潰して。みじん切り、はい、OK、これで準備 OK です。じゃないわ、味付け、ハーブソルト、黒いとアルペンダルですね。で、どれぐらいかな、結構ね、塩はドバーっといきます。ドバーっとね。で、あ、やっちゃった、混ぜる前にドライバーで、昨日さ夜中に猫入ってきてさ、ドライバー汁とか置いてあったの全部ひっくり返していきよ、びっくりしたよ。なんか夜中ゴトーンってなったな、猫、いやいや、なんだ猫入ってきたよ。時々ね、今のシーズン猫が入ってくるの、夜中に、雨で餌がないのか知らんけどね。ドライバー汁結構多いのに入れます。持っていきますね。では焼きたいと思います。フライパンにね、ニンニクみじん切り入れて、はい、フライパンにニンニクとオリーブオイル入れて、ちょっとね香りが出るまで、香り立つまでちょっとだけ温めます。あんまりやっちゃうとね、ニンニクが焦げてね苦くなるから、香りがほんのり出てくるまで、ほんまここね弱火でやってじっくり香り出した方がいいんだけど、あっちゃんもうめんどくさいから強火。
ちょっとね、こう油にあれニンニクの香りを染み出してあげるの。ニンニクの香りの油になってきたら、いい香りしてきた。では一回入れます。ドバー。あと炒めるだけね。イカがね、色変わってきたら完成。これね、新鮮なイカやから、もうね、半生、レアぐらいでも OK なのよ。あんまり炒めてプリプリでもいいけど、半生レアぐらいで食べるのが結構いいの。でも今日はちょっとね、賞味期限切れてるから、ちゃんと炒めます。はい。はい、最後にね、アルペンダルス。塩でちょっとね、塩と、ブラックペッパーで味締めたら完成。これ味整えたらね、OK です。出てきたイカの旨味が詰まったお汁はちょっと残しておいて、フライパンも洗わず、明日のあっちゃんのお昼ご飯で何かにしたいと思います。はい、はい、イカとニラと人参の、ハーブ炒め、香草炒めです。できました。で、ブロッコリー茹でたのお昼にね、パスタの時に一緒に。で、視聴者さんに教えてもらった。松本めぐみさんにも教えてもらった。わさびマヨに、醤油垂らして食べたら美味しいよってやってみたいと思います。いやねんけどね、わさびどこ行っちゃってんやろ。はい、わさびマヨ。待てして。わさびマヨを作って、醤油。ちょっと入れすぎたかな、醤油。まあ、これで食べてみたいと思います。はい、食べたいと思いますという前にね、もう下の子ちゃんがすっごくね、興味津々で、ブロッコリー大嫌いやねんね。のブロッコリーにチャレンジしてるの。さあ、どうかな。大きく一口いった。ものすごい変な顔してるけど、どう？うつったんこやれって言われた。はい、どう？で、二口、三口。いけんね。おいしい。おいしい。めっちゃ食べられるようになった。今度からお弁当にわさびマヨ醤油で入れてあげよう。ありがとうね、めぐみさん。下の子ブロッコリー克服した。ありがとうございます。はい。わさびやらん？ちょっと食べてみ、ちょっとだけ舐めてみ。わさびいらん。やばい。ちょっと入ってても寿司でも食べる。マヨでいける？要はマヨでいく？マヨ自分でつけて、こうやってピューってつけて食べ。はい、あげます。自分でつけて食べ。マヨブロッコリーするけど、量は。量はわさびが嫌やって言うから、自分で食べなさいって。これ一回食べて。あ、それ、クッキーもそれつけて食べるの美味しいから。つけたろよ、こうやって。はいはい、無理？クッキーはダメやって。あ、クッキーはあっちゃんが食べます。あ、白米食べなせた。おいしい。今日は一口目が白米じゃなくブロッコリーいっちゃうけど、白米いきます。おいしい。わさびマヨ、わさび醤油、わさびマヨ、おいしい。幸せ。今日もね、ミルキークイーンと天の粒ハーフ、ハーフです、ハーフ、2号炊いて1号1号のハーフ、ニューハーフ、やかましい。いや、とりあえず言っとかなあかんでしょ。はい、ごめんなさいね、お食事中に。ということで、イカがいただきました。おいしい。どう？はい、量のいただきました。おいしい時はだし。ガルド、いか。あ、真似してる。やって。ハーブ効いてるよ。
サーブとかニラ聞いてほしいやろ。ホッケない、うんね。カメラ止めたらさ、うるさいぐらい喋んのよ。こんな子たちです。肩とか入ってるよ。骨か、あ、軟骨残ってて怒られた。うん、おいしい。すごいお酒のおつまみにかからんね。うん、おいしい。イカなし？イカなしの方がおいしいかもわからへんで。これ2だと人参だけやねんけど。人参しりしりやんね。今度は人参しりしり作ったら。スーパー森田時々ね、人参安い時あんの。なんか細いちょっとできそこないとあかんけど、ちょっと細いちっちゃい人参とか、まあ、10本入って10円とかの日もあるんだよ。めったに先ないけど。でもこの前こんなちっちゃい人参10本で50円やった。これ買ってきてさ、1袋使っても1袋か2袋ぐらい使って人参チリチリ作ろうかな。でもね、みっちゃんがようね、人参しりしり作ってくれたんで、子供に、うん、人参食べさせるのにって言って、うん、子供が人参嫌いやったのに人参しりしり食べるようになったんよ。うん、今度そうそうしてあげよう。やすき覚えてるかな、まあ、適当に作ります。うん、食べ、ブロッコリー前かけて。いらんちゃう、前も好きやろ、ブロッコリー。うん、おいしい、おいしい。ブロッコリーね。美味しい美味しい。あ、でもこれ野菜なかったらイカのあれちゃうの、汁が効いてるから美味しいんちゃう。違う、人参のところが美味しいの、人参のところが美味しいの。もっと人参入れたかった。ちっこい人参1本しか使わへんかったからね。入れて。うん、ガムはブロッコリーをいっぱい食べてる。まだあるよ。うん、じゃあついてるよ、味が。食べてみ。ついてるらしい。警戒しながら、ムニュってマヨついてないから、もうゆるゆるになってんのよ、醤油で。醤油とはブロッコリーの水漬けで。だから、警戒しながら食べてね、美味しくしてパク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 って。いや、ブロッコリー食べてくれるようになって嬉しいわ。ありがとうね。わさびマヨ醤油が想像がいいというか考えかかった。
わさび前作ってほしい。ちょっと待って。わさび飛ばしに行かな。そしたら紅生姜だ。紅生姜前よ。そしたら紅生姜ここに貼り付けんと。なんで？いらんねやったら。わさび前をもっと作ってくれって。さっきはね、スーパーでもらってきたわさび使った。水胡椒。今赤いの水胡椒。ちょっと待って。わさびに水胡椒入れん。水胡椒って水胡椒だけやん。マヨわさ醤油おかわりになった。それぐらいブロッコリーが美味しいらしい。ちょっとお茶を取っちゃって。今度重ねて。わさびが足んない。ヒカルはちょっとねわさび多めやからね。これだけ残されてるの。また向き食べられるんじゃん。うん、おいしい。なんかアレンジしてみようとか言って柚子胡椒持ってきてやんの。これ入れんの。わさび前の中入れんの。柚子胡椒前にせんの。これ入れる。別ですんの。光のお茶に入れよう。はい、マヨ。マヨどこ行った？わさびもいんの？柚子胡椒だけでいいの？柚子胡椒マヨでやってみたいっていうから作ってみます。なんで胡椒マヨ。悪くはないけど、あ、醤油入れてない。醤油入れてないって言われた。ここに醤油入れるの？入れたよ。茹でるより電子レンジでチンした方が 1.5 倍甘みがあんねんって。今日茹でたよ。茹でると甘みが水にとって甘みがもちろんあれや、あっちゃんのパスタに移ったんや。どっち？どう？これも美味しい。柚子胡椒もいけるらしい。またよかったらヒカルのレシピです。柚子胡椒マヨに醤油、試してみてください。お腹いっぱい。めっちゃ食べたもんな。ブロッコリー多分半房ぐらい食べたもん。光る。半房？ブロッコリーアフロの半分これ。
普通ないよ。やっぱり車ずちゃう。ごちそうさまでした。美味しかった。もうちょっとだけね、ブロッコリーが残って、あっちゃんの後の食後のおつまみに使わびようかな。幸せです。ということで、あっちゃんちの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。はい。イカのね、ハーブ炒めはちょっとだけお汁とかまだ残ってんの。これは明日のあっちゃんの、あれにします。リゾットかななんかにします。はい。ということで、お片付けしましょう。ブロッコリーだけ置いとこう。あとで食べよう。あとでも3、あの、3つぐらいしか残ってないのよ。ほとんど光が食べる。よかった、光が食べれるようにで。ありがとう、本当感謝してます。ということで、あっちゃんの、あっちゃん家の今日の晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。